鈴木亮平が役作りで体重増減がすごい作品4選 HK 変態仮面。撮影時の体重80キロ。筋肉質の主人公を演じるため一度15キロ増量してから体重を絞ってムキムキに。天皇の料理番。撮影時の体重56キロ。病弱な兄を演じるため半年で20キロの減量。本当に心配になるほどの衰弱ぶり。俺物語。撮影時の体重86キロ。病弱な役から巨漢の高校生を演じるため1ヶ月で30キロの増量。甘いパンを食べまくった。セゴドン。撮影時の体重100キロ。西郷隆盛を演じるため1年で100キロまで増量。暇さえあればドーナツを食べていた。